お久しぶりです、プロデューサー。ただいま合宿所より戻ってまいりました。こちら合宿所のお土産です。小腹が空いた時にでもお召し上がりください。保存期間も長く、おでんの出汁にも良いそうです。おかしかったでしょうか。そうですね、やっていきたいことというと少々意味合いが違うかもしれませんが、私には果たさねばならない大切な使命があります。はい、私の姿を見せることで離れ離れとなった故郷の人々の生きる希望となる、それが私の使命です。そのためにもアイドルとして遥かな頂を目指し、あまねく人々に私の歌や姿を届けたい、そう考えています。幼き頃よりの定めなのです。使命のために己を磨き、心身を鍛えてまいりました。私にとってアイドルとは使命を果たすために進む道なのです。プロデューサー、私のこの姿勢は間違っているのでしょうか。それも道理ですね。ただ私も合宿所での生活を通して気づきました。アイドルに憧れ、努力を重ねたものが放つ輝きに、純粋に夢に向かっていく皆の底力に、もし私もあの輝きを手にすることができたのなら、私も新たな道を見出すことができる、そんな気がするのです。それでよろしいのでしょうか。プロデューサー、まこと頼もしきお言葉です。はい、ぜひともお聞かせください。そうですね、時には思い立ったままに動くのも。今度アミとマミにコツを教わってまいりましょう。ありがとうございます。私はまだまだ若輩者、迷うことも多いかと思います。ですがプロデューサーを道しるべに歩み続けてまいりますので、何卒よろしくお願いします。